ブガッティタイプ13ブレシア1923年。ブガッティタイプ13はブガッティ最初の自動車である。1910年から生産が始まったタイプ13とタイプ15、17、22、23、25、26を含めたブレシアタイプシリーズは1925年まで生産された。この車は小型スポーツカーの元祖といえる存在で、 響きながらも良好なハンドリングで、レースでは数倍の排気量を持つライバル車と互角に戦った。ブレシアタイプは年代とタイプ番号が一致していないため、タイプ番号順に記載する。エッド・レブ・ガッティは、ドイツ車と契約中の1907年に、自宅地下室でタイプ10と呼ばれる試作車を製作した。そして、1909年に独立し、 タイプ10のコンセプトを継承したタイプ13の生産を1910年に開始したタイプ13には排気量 1327cc の水冷直列4気筒 OHC8 バルブ 22kW の小型高回転型のエンジンが搭載されホイールベースは 2000mm と小型の車であった最高時速は時速 125km このタイプ13は1913年まで生産された。ブガッティタイプ13ブレーシアスポーツレーシング1922-1914年からタイプ13のエンジンが OHC16 バルブに変更された。16バルブエンジンには排気量 1368cc、1453cc、1493cc の3種類がある。 この16バルブモデルがイタリアのブレシアで行われた1921年のイタリアグランプリで優勝したことにちなみ、1921年以降のモデルはタイプ13ブレシアという名前にされた。しかし、多くの場合、年式を問わず16バルブモデルをタイプ13ブレシアと呼ぶ。タイプ15は1912年タイプ13のロングホイールベースバージョンとして、 ホイールベースが 2400mm に延長されたモデルである。また、タイプ15はタイプ13のような四型ラジエーターに対し、六角形の角型ラジエーターとなっている。エンジンはタイプ13と同じ 1327cc の直列4気筒 OHC8 バルブが搭載されている。タイプ15ブレシアモディフィエはタイプ15のシャーシに、 タイプ13ブレシアと同じ16バルブエンジンを搭載したモデルである。タイプ17はタイプ13のもう一つのロングホイールベースバージョンでホイールベースは2550ミ、mm、ーマイモーとなっている。エンジンはタイプ13と同じ 1327cc の直列4気筒 OHC8 バルブのものが搭載されている。タイプ十七ブレシアモディフィエはタイプ十七のシャーシに タイプ13ブレシアと同じ16バルブエンジンを搭載したモデルである。タイプ22は1913年にタイプ15の進化系として作られ、高動走行に適したボディを持ち、ラジエーター形状がタイプ13同様のような仕方に変更されている。ホイールベースは 2400mm で、エンジンはタイプ13と同じ 1327cc の 直列4気筒 OHC8 バルブのものが搭載されている。ブガッティ1913、モデル T22、3人のレビネットボディタイプ23は1913年にタイプ17の進化系モデルとして作られた車である。ホイールベースはタイプ17と同じ 2550mm で、エンジンはタイプ13と同じ 1327cc の 直列4気筒 OHC8 バルブのものが搭載されている。タイプ25はタイプ15のシャーシにブレシアのエンジンとは別の1.6リットル8バルブエンジンを搭載したモデルである。タイプ26はタイプ17のシャーシにブレシアのエンジンとは別の1.6リットル8バルブエンジンを搭載したモデルである。 ブガッティタイプ23ブレシア2人のリボートテール1921ありがとうございます。